で、とりあえずいいですか、ガーシーさん当選しそうなんですか。ガーシーはもう当選確実に近いんじゃない、まあこれだけの人がいるんで。いやいやいや、ちょっと待って、大丈夫大丈夫、皆さん入れないと大やばいんじゃないの。いやだからまだ 100% じゃないですよ。今の予想では 90% ぐらいが当選すると言われてるだけであって、いやちょっとそれ頑張ってもらわないとね。皆さん頼みますよ皆さん、はい、これもしかしてワンチャン僕参議院議員明日なる可能性ありますもんね。もし貸し通ったら世の中の人たちはどうやってその情報の信憑性を正しいか正しくないか判断してるかっていうと、論理的科学的に考えて判断してるわけじゃないんです。だから陰謀論とかにみんな引っかかるわけだけれども、それで大変なことになってるわけだけれども、基本的にはみんなその人の地位とか格とかブランドとかそういったものを見て、その人が正しいことを言ってるかどうかを判断するんです。だからもしガーシーが参議院議員になったら、あの参議院議員が言ってることなんだから正しいことだろうというふうになっちゃうわけですよ。でそれをバンされないような形でですね、海外のプラットフォームを通じて拡散するっていうシステムがこれ出来上がったら、本人しかもドバイにいる、これはね大変なことになりますね。世の中ひっくり返りますね。怖いですね僕も。ということでそんな世界に行ってらっしゃい。あ、最後はですね、あのうちの斉藤健一郎がですね立候補しておりますので、2枚目の投票用紙にですね、斉藤健一郎と書いていただけるとですねありがたいです。1枚目の投票用紙、あなたの選挙区のお好きな方にどうぞよろしく。